時刻は11時30分になりました。この時間はストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルのお時間ですが、まずは気象に関するニュースをお伝えします。日本放送広田アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。日本列島は今日も大気の不安定な状態が続いていて、西日本から北日本にかけての広い範囲で土砂災害や浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。東北では昨夜以降大雨となり、宮城県大崎市では今朝から最高の警戒レベル5にあたる避難情報、緊急安全確保が出されていて現在も継続中です。命を守るための最善の行動をとってください。外出が危険な場合は家の2階以上で崖などから離れたより安全な場所に避難するなどして身の安全を確保してください。また西日本でも島根県隠岐の島町付近、それに岡山県鏡野町付近で今日夕方猛烈な雨が降り、気象庁は数年に1回程度しか発生しないような短時間の大雨だとして記録的短時間大雨情報を発表しました。気象庁によりますと、明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで近畿と東海で150ミリ、東北と北海道で120ミリ、九州南部と関東甲信で100ミリなどとなっています。またこの雨のため土砂災害などが発生する危険が高まっているとして、宮城県のほか静岡県、岐阜県、愛知県、愛媛県の一部の地域に避難指示が出されています。該当する地域の方々は身の安全を図ってください。まだ避難していない方は直ちに避難してください。暗く外に出るのが危険な場合はビルの上の階や自宅の2階など屋内の高いところに避難してください。また雨が弱くなっても危険は続きます。増水した川の水が急に減ることもありません。氾濫する可能性もあります。水分をたっぷり含んだ場所は地盤が緩んで土砂災害の恐れもあります。どうぞ油断なさらず安全な場所で様子を見てください。この後もお住まいの自治体が発信する情報に十分注意し、早めの避難を心がけてください。命を守ることを一番に考えてください。以上、気象に関する情報をお伝えしました。広田アナウンサーありがとうございました。引き続き最新の情報が入り次第番組の中でお伝えしていきます。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、イエーイ。こんばんは、ストーンズの田中樹です。おダイヤモンドスマイル、早い、気が早いな。どうもこんにちは、なにわ男子の森本です。気が早いし下手。え、決めとけよ。何が、もっと綺麗なの。おダイヤモンドスマイル。どうもなにわ男子の森本です。なんか歌下手になったやらしてもらって、なんか歌下手になりました。今回こんな感じでやらしてもらっててます。出てます。決めとけって、もっとスッとおもろいやついけるように。ねえ、今もだよ。素晴らしい。じゃあ、畳みかけないで、そんなに。なんで？じゃあもっと取っといてよ。この後来んだよ、まだだ。ねえ、今じゃないの？応用編やってくんのよ、早いんだって気が。ピュアラブ、ピュアラブね。じゃあいいかな。ごめんごめん。アレンジバージョンやるの。ごめんごめん。この後来づらくなるだろ。ごめんごめん。はい、ということで、まあね、今夜は。もうあの、俺自己紹介したっけ。してないけど、もういいよ、こんな表現なやつお前ぐらいしかいないんだよ。はい、ということで、まあ、今夜はゲストになにわ男子の高橋恭平が生登場してくれるということで、うん、まあ今日は一応そのいろんなところで田中樹、まあ、僕に憧れてるっていうふうに言ってくれてる、まあ稀有な存在。そうなんですよ、ね、マネですよ、いるんだ。うーん、多分ね、これはね、絶滅危惧種ですよね。いや、もうほんとリスナーも多分ほんとびっくりしてると思う。いや、リスナーが一番びっくりなのよ。だって俺らさ、一緒に仕事してるけどさ、うん、いや、樹君めっちゃ好きでっていう人物、やっぱそんな出会わないじゃん。いや、猪狩、それこそこの番組先週とかも名前出してるけど、ジャニーズ Jr. の猪狩しかいないのよ。
猪狩かもう恭平なわけでしょ。そう今ねその2択、この2択なわけでしょ。2択です。いやめっちゃおもろいよ。2しかいないから。なんか2の方が嫌だ俺、ゼロよりなんか気使われてんかな俺みたいな。いやでもその2をどれだけ大事にするかよ、うん。いやだから俺はでも もっと増殖していきたい気持ちはあるけどね。まあだってゼロよりかは多いわけだし、うん、いないいるんだから。まあね、いない人だっているわけだから。まあ中にはそうだな。そう、うん、その中でいるんだから、うん、いや素晴らしいことだと。いやまあありがたいですけど、まあなぜ憧れてるのかまずちょっと謎ではあるんですよ。いやそうですよね、なんでなのか。だからまあ、うん、今日はその辺をちょっと深掘りしていきたい。いや深掘っていきたいね。なんか掘りまくっちゃってマントルまで行っちゃってマグマと募集みたいなぐらいまで行きたいよね。なんか例えがもうだからその強兵のなんでお前がそんなアクセル全開なの。いや強兵来るんでしょ。来るよ。どうかもうアクセル全開じゃない。なんか別になんか自分が憧れられてるみたいな。いや違うやっぱこんななにわ男子もいてもいいじゃないかと。いや気持ちとしては俺なにわ男子よ今日。は？なにわ男子よ。お前が？うん。無理だろ。向こうはなにわ男子の高橋恭平、うん。俺はなにわ男子の森本慎太郎だからね。違うよ。いやいけるから。違うよ。いや気持ち次第だって。違う気持ち次第じゃない。無理。いや事実があるから。いやね今もだよいけたと思ったけど。いやあなたはなにわ男子とかキングアンドプリンスからあぶれて俺らが預かってるんだよ。あそうなの？そうだよ。あそうなんだ。預かりの身なんだから俺らも。いやイミッチーみたいにいけた、うん、モッチーでいけたと思ったけど、ね。無理。モッチーだとちょっと変わってきちゃうね。無理。じゃ全員俺ら。キング&プリンス、なにわ男子とかそういうのがあぶれて俺ら集まってんだから。あキラキラ王子じゃないの、ね、違うのよ。そうなんだ。そうなんですよ。まあまあで、あとまあその、まあ、深掘りしていきつつ、うん、今ね議題に上がってるのがそのまあ慎太郎もさっき話したし俺も言ってたんだけど、田中樹リスナーに1秒も慕われたことない問題。あそう、ね、これがかなり今問題視されてまして、うんうん、まあ憧れてくれてる後輩がねわざわざ来てくれるのにラジオでタコ舐めされてるのを知られたくないんですよ。ああそうか、それはそうじゃない、まあ、カッコつけてたいみたいな。だってそれこそ失う可能性が出てくる。まあその2のうちの1よな。えジュリ君雑魚もういいやってなることがちょっと可能性として、先週恭平来るっつって話していくうちにちょっとその問題が浮上してきてまして、それがちょっとバレたくない俺。いやまあ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 だからね、先週行ったその会議で、まあ先週この時間に会議を行わせていただいたんですけども、まあ俺はリスナーからラガーキングと呼ばれていて、とにかくスクラムを組むキャラで行くことが決定したわけなんですよ。リスナーたちとスクラムを組んで、その中で俺ラガーキングというラガーキングっていうの、そうっていう存在で行こうかな。どう思うこのスクラム組むラガーキングパッと聞いてよ今。ああまあダセーですよね。ですんでなんですよ。ダセーだからそのだから俺も一周経ってよく考えたけど、うん、これでいいわけがない。いやそうだよ、うん、だいやラガーキングでだから一周経たないと気づけないとかもやっぱでも先週はいいじゃんってなったわけでしょ。いやもうこれでいこうって誰もがこうもうこうやってやりましたよ。でもこれだラガキンなわけでしょ今。略さないでもらっていい。ラガキンって略さないでもらっていい。ラガキンでいるわけでしょ。いやだからそれで行こうかなともなったの。ラガキン TV 行けるわけでしょ。行けない、やめろ。ラガキン TV 歌うな、歌うな。エブリデイ行けるわけでしょ。歌うなってヒカキンさんのブンブンブンでしょ。3個ね。いや、やりすぎセイキンさんブン、ヒカキンがブンブンで、ラガキンはブンブンブンで3つでいっちゃう。ラガキン思いついてから深くまで行きすぎ。あ、ほんと？そこちょっと救うだけでいいから。あ、ほんとか、うん、うわ、救うってまあ、かけたのか今。何が？アメフトとかラグビーとかけてねえよ。ボールすくみたいな。そんなかかってねえ。お前気持ちから入ってるタイプか。いやお前やりすぎだって、いろいろ。ごめんごめん、行きすぎ。ごめんごめん。そのキング、ラガーキング、キングもきついじゃない、うん、まあキングはね、元ネタ不明、出所不明のラガー要素がちょっと邪魔すぎる。うん、だからまあね、でただでさ、やっぱ俺らもそうだと思うんだけど、うん、先輩のラジオ出演って気使うじゃない。あ、まあそうですね。うん。だから多分、そうだと思うんだよ。しかも、憧れてくれてるって言ってくれてるわけだから、なおさらね、多分気使うと思うんだよ、うん。その先輩がラジオでラガーキングだったら多分泡吹いて倒れる。まあそうだよね。うん、意味わかんないから、ね。あれ？え？ジュリ君ってラガーキングなんですか？ラガーキングなんですかってなればいいよ。ラガーキングって何ってなるから、まずね。どうする？逆に知ってる体で来たら、ラガキン TV の方ですよ、みたいな。もしかしたらな、先週とか聞いてたらそうなってるかも。そうそう、俺聞いてないことを願ってるんだけども、まあね、だからまあなんでちょっと これで行こうみたいな風にな決断に至っちゃったんだ。いやでもこれさ、リスナーと共に決めたわけでしょ、うん、でなんかさ、まあ、リスナーにこう1秒も慕われたことない問題っていうのがあるわけじゃない、うん、いや
まあ、あの1秒も慕ってないからこそラガキンが出てくるのよ。ああはい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 、わかる、うん、慕ってたら多分もうちょっとマシないいやつがな、そうラップキングとかなんかもうちょっとかっこいいやつが出てくるはずよ。まあ、そもそもね、うん、もうキングがダサいあそうなの、うん、キングキングがダサい。ラガーは悪くない。ラガー、まあ、ラガーはかっこいいな。キングがダサい。ラガーマンってかっこいいやな。なんかの後のキングがダサい。あ、そういうことか。そうそうそう。だからまあでもちょっとなんか、うわ、いいんじゃねってちょっと思っちゃったんですよ、俺も選手、ね。まあまあまあ、まあまあな、王子様。そう、だから今、ここまで来て始まったんだけど、まだどうしようってちょっと見つけれてなくて。ああ、じゃあ別のなんか、方があればいいんだけどね。だからこの後出てくるから、そこまでに思いつきゃいい。あ、そうね。逆に募集しちゃえば。間に合わないな。ああ、そうか。間に合わないな。あと、お前、募集した結果、ラガキングになったから、俺はもうこいつら当てにしてんだよ、これ聞いてるやつらは。いや、でも、うん、いや、ラガーマンってすごいかっこいいんだよ。いや、それはそうよ。マジで。それはそうよ。気持ちの面とか、体つきとか。精神と体がもう、素晴らしい、強い男だしちゃう。うん。だから、ラガーはまんまでいいんじゃない？ラガーがかっこいいんだけど、うん、俺みたいなもやしがラガーなんだ、俺めちゃくちゃ恥ずかしくない？ラガーもやしでいいじゃん。うん、逃げ腰のヒョロヒョロがラガー乗るんだよ、お前。ラガーもやしんは。ダサいじゃん、なんか。だから俺はもうちょっと自分で思いつくことに全部をかけた。ラガキンキャッチーよ。ラガキンいいキャッチー、うん、キャッチーよ。いい、いけるかな。だからそれで、競泳後輩を騙せるかってことなんだよね。いや、いけるって。俺はラガーキングで。そう。俺はラガーキングメーンでいけるって。だから、まあ、自分で名乗らないことが肝になってくるのかな。こうなるとね。自分で名乗らずに、リスナーが勝手に呼んでて、お前、ラガーキングやめろって言ってっちゃう。みたいなやつがいいのかな。そっちやったらいけるかもな。うん、俺ラガーキングって呼ばれてんだけど、競泳知ってる？これはダサいね。多分。うん、だから俺が、あ、よろしくね、今日。じゃ、メール読みます。はいはいはい。ラジオネーム、何々さんからです。ラガーキング、今日も、調子いいですね、お前。ラガーキングやめろ、つって。ああ、ああ、が、だったらいける？そっちか。まあ、そっちの方がかっけえ。ああ、なんかさ、自分から、ラガーキングです、俺、みたいなスタンスは良くない。ああ、名乗らない方がいいな。うん。うん、他が呼んでて、そうなっちゃってる。そう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 。うん、だから、ジュリはあくまで、田中ジュリとして。そう、田中ジュリというスタンスだけど、もう、リスナーたち、リトルストーンたちが、もうラガキングなんだ。ラガキンなんだと。あー、なるほど。もう今日はそういう体でいけばいいと思うけどね。なるほどね。だから俺は、いやいや、そんな俺は田中樹としてやってるから、みたいなスタンスでいけばまだカッコつくか。うん、まあだからとりあえずスクラムは絶対やった方がいいよ。スクラム組んどいた方がいい？うん。スクラム組む系はやっといた方がいい。スクラムはやっといた方がいい。スクラムは絶対やって、うん、ちゃんと、まあ、五郎丸さんみたいにルーティン決めてもいいし。あー、なんか CM 中に、うん、その本番に戻るルーティンみたいな。うん、全然俺も組むから。付き合うから。あ、スクラム？うん。CM 中とかってこと？もちろんもちろん。あ、CM 中にスクラム組んで、うん、よし行くぞみたいな。うん、全然。あー、まだそこに3人でみたいなこと？あ、3人でやっちゃえばいいんじゃない？混ぜちゃうってこと？混ぜちゃう。だから、うん、まあ基本スクラム組んだら、うん、繋がるんだから。あー、だからより尊敬してくれる。もう気持ちも体も繋がるってことは、うん、もうだから俺ももしかしたら。あ、じゃあさ、うん、これさ、後半の方にラガーキングばらしたくない？ああ、じゃあ最初前半はスクラム組みます。なんでこの人たちスクラム組むの？はい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 。で、後半の方にだんだんメールでラガーキングが増えてくるの。ああ、なるほど。で、うわぁ、繋がったでこれじゃない？ああ、このラジオの中で伏線張って、うん、そうそうそう、で、考察させて、で、回収までやっていくみたいな。うん、だからストーリー系ラジオだよね。ああ、いいじゃん。それでいけますか。こんなラジオ今までないからね。いいよね。考えさせることもできるし、男らしさも感じさせる。あ、これいいと思う。そういった、じゃあちょっと、今日は放送にしていきましょう。そんな感じでいきましょう。ちなみにさ、慎太郎ってさ、高橋恭平とはこう、関係というか、なんかあるの？恭平も、だからあれじゃない、ゲーミングルームで、あの、ジャニーズの YouTube。あ、そうかそうか。ゲームのチャンネルがあって。それはあんのか。そこで、まあ、おしゃべりしたり。生配信一緒だったもんね。そうそうそう。マリカの。おしゃべりしたり、あと、ジュリに、あ、ジュリ君ですって言ってるの見てたりとか。客観的に、ね。うん。そういう感じかな。なんか、その、二人で飯行ったとか、うん。はないよ。はないんだ。はないかな。あー、そうかそうか。だから、うん、俺もだから、まあ、すっげえ密。まあ、だから、その、共演もね、もともと大阪の方だったから、すげえ、うんうん、何度も何度もっていうほどでもないんだけど、まあ、飯行ったりとか、まあ、何回かあったりはする。あー、そうか。うん、まあまあっていう感じだけど。で、慎太郎どういうキャラで迎えるかってこと、ね、あ、共演を？そう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 。やっぱ俺もやっぱ、キングは持ってたいな。
やたらキング君だけしっくりきてる。いやキングはかっこいいんだから。あじゃあ何がいい、なんかまあ短パン半袖 B さんなのか、まあ、B さんキングなのか。あビキンビキンでいっちゃう。あもう、ね、略したいんだね。なんかやっぱ略したい。サマーキングとかでもいいですけどね。いやサマーキングは、いや夏の王様もなんかありきたりじゃん。あいやそれ嫌なんだ。うん、うん、なんかビキンってよくない響き。ビキンでいきます。めっちゃ沖縄にいそうじゃない？それビキンだ。ビキン、響きが似てるだけで全然に違うから。まか短パンキングはまあ勝松さんがいるしな。ちょっとちょっとなんかうーんって感じする。何がいいんだよね。やっぱ長袖は半袖の 10XL キングとか。長いのよ。長い。長いのよ。長いか。でまあ慎太郎まだちょっと申し訳ないんだけど。うん。今日はちょっと俺を立てる放送にあもちろん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 こうなったらちょっとキング名乗らないでもらった方がいいのかな。クイーンでいっちゃう。クイーンで対立っていうかもう同等になっちゃってるの。あーそうか。じゃあもっとなんかその使える立場になってるし。あそっちね。あん何がいいんだろうね。まあ呼び名は難しいけど CM 中とかは敬語がいいし、うん、ジュリー？だえ俺お前に敬語使うの？そう。CM 中とかはね。CM 中に？うん。俺がお前に？やっぱそうするとなんか、あ、なんかテレビとかラジオ中は普通に仲良しだけど、うん、CM 中敬語なのみたいな。うん、絶対嫌だよ。絶対嫌だよ。やっぱお前の中でもキングは捨てられない。いや、俺の中でもキングはいるし、あそうです。何よりさ、うん、いや、ここでさ、裏で、いや、表ではさ、こうやって、いや、ジュリーさ、楽しそう。CM 一つ撮ったらさ、ジュリー君今の大丈夫でした？みたいなさ、いきなり下手に行くわけじゃん。俺がさ、なんかさ、しょっぱなからさ、ダイヤモンドスマイルとか言ってさ、やってた。いや、俺もさ、なにわ男子だからとか言ってさ、CM 入ったら、すいません、ジュリくんとか言って、最初、あれ面白いじゃん、面白いと思ってとか言って言うわけでしょ。ジュリ、あ、まあまあまあ。まあいい、大丈夫。いいよ、いいよ。まあ楽しんでくれればいいよ。な。いや、絶対やんねん。それはやりづらいか、共演を。まあじゃあまあシンプルにまあラックスクラム組む感じでいいか。まあじゃあそうそうキングなんか思いついたらそれ使っていいです。まあそうね。なんならあの、うん、共演に聞いて俺何キングがいいって言っ て, てもいいか。聞かないで聞かないで。俺のラガーキングダサくなるから。そうか。聞かないで聞かない方がいいか。聞かない。まあ思いついたりとか会話していく上で俺これならいけるなってやつがあったら言っちゃっていいです。ああオッケーオッケーオッケー。それはネギキングは。俺ネギ好きだから。どう？お前が思ってるよりネギキャラそんな根付いてないから。そうなの？俺今日もだってネギ食ってるぜ。なんかネギ鍋でめっちゃネギ食うみたいな話だろ。うん、根付いてないんだって。そうなの？俺だけ？お前が思うほどキャラ付けできたなって思った。そんな強烈なインパクトではなかった。あ、そう？変な人だなっていうぐらい。だって日本だぜ。いいんだって。いやいける？ネギ2本。いや多いなとは思うけど。長ネギ2本や。多いなとは思うけど。俺だって、うん、ネギ切りやすくするためにめっちゃ切れ味のいい包丁買ったんだよ。しかも長いやつ。あれ安いのでもいけんだよ。いやネギキングはネギンク。ネギンク。お前が思ってるほど、うん、ネギが根付いてないし、そう弱いよネギキング。いやって今日もなんでネギキングなんですかって聞かれたら2本食うからって言うんだ。ネギ2本いけますっていけんだよ。逆にいけます2本ネギ。弱いよそれ。いや強いから自分のいい、ね、強いからやめとけってマジで。何言ってんのマジで。なんでネギ2本食うことにそんなにお前胸張れるの。いやでネギ2本だぜ。うん、でシマイタ本当すみませんね、すみませんやるから。え？シマイタすいませんやってくれんの。すみませんってネギの下り出しすみませんって。あの前回来た時の話こすりましたすみませんって。意外と跳ねたんで、面白かったんで。あ、手応えあったんで。あれは手応えあったんで、僕の中で。なんかよくわかんないけど、俺すっげえやりづらそうな人だったな。はい、ということでゲスト男子、高橋恭平がこの後、0時台から生登場男子でございます。生登場男子じゃん。はい、ということでよろしくお願いします。じゃん。楽しみだな。この間ずーっと喋ってなくていいから。え、そうなの？じゃあいいか。田中樹です。そう、何を隠そう、私が森本慎太郎です。ストーズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。この時間は久光製薬がお送りしています。水虫治療中の皆様、私ブテナロック Vα クリームです。無視しないでください、水虫だけに。ブテナロックの殺菌力であなたの水虫しっかり治療しましょう。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
飯田浩司の OK コージーアップはポッドキャストでも配信中。番組ホームページをチェック。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン。気になるあの番組のトピックスをニュース記事で読みやすくお届け。 1242.com からアクセス。東京ミステリーサーカス、制限時間10分、最大2人で楽しめる定番リアル脱出ゲームがスタート。摩訶不思議な部屋からの脱出、閉じ込められる、鍵を見つける、脱出する、これぞリアル脱出ゲーム。小さな部屋で巻き起こる最大級の不思議を体験せよ。新宿東京ミステリーサーカスでただいま開催中。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、今夜の放送ということで、ラジオお聞きの皆さんもメールで参加してください。今夜のは、高橋恭平への田中樹に関する質問を送ってください。田中樹にこんなこと言われたら、こんな誘いを受けたらあなたはどうしますか?みたいな感じですね。その他にリアクション、感想メールもお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com、st@allnightnippon.com、ストーンズの頭文字を取って st となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組ではツイッターアカウントもあります。アカウントは@stonesannsat 放送中、ハッシュタグストーンズ ANN をつけていっぱいつぶやいてください。それではメールをお願いします。来ました。まず最初のメールはラジオネーム甘エビさんからです。うわっ、オープニングのラガーキングトークって後輩もおそらく聞いてるんですよね。このトーク自体がダサいです。いい加減気づいてください。別にさ、そのさ、なんて言うんだろう、なんだろう、ただ最もダサかったのは慎太郎っていうことをみんなに言いたい。何が今の CM 中あったでしょ。こいつ CM 中マジでオフレコで、俺やっぱ恭平にやべえって思われてんだよ、マジで。マジ思われて、あいつやべえって。でどういうやばいがいいの、面白いとかがいいのって言ったら、いやとにかくあいつやべえやつがいるって思われて俺は、うん、内心そう思ってもらいたいっていうのがあって、あいつ危ねえって思われてて。それはマジでマジで思うね。ちょっと伸びしながら、俺共演にやべえって思われてて。マジで思われてえな。で危ねえやつって思われたいって感じね。いやそう思って前半トークさ、オープニングトークを振り返るとめちゃくちゃダサくなる、うん、肩ぶん回してるからね。ネギのトークとかめちゃくちゃダサい。そうだからそうやべえと思われるためにネギトーク持ってきたしな。続いてラジオネームボンビーさんからです。森本さんはいつも元気で絡みづらいので、うん、ズラキングでどうでしょう。元気で絡みづらい。なんだそれ。俺初めて聞いたよ、この二つの言葉が並ぶの。元気で絡みづらいやつ。すごいこと言うな。だいたい元気なやつってなんか接しやすくて友達多そうとかなる、うん。お前元気で絡みづらいって思われ。でも俺もボンビーにはちょっと絡みづらいですわ。なんでだって今ボンビーついてるわけでしょ。もうこれちょっと接触したらもう。あのね。もう怖い。それです。これ。はい、ということでここで一曲聞いてください。水虫治療中の皆様。私ブテナロック V-α クリームです。無視しないでください、水虫だけに。ブテナロックの殺菌力であなたの水虫しっかり治療しましょう。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。ダークシュナイダー、谷山紀章、ティアノート陽子、楠木智、ルーシェデンデン、伊藤かなえ、ガラ、安本博樹、アーシスネイ、ヒカサ陽子、アビゲイル、杉田智和、カルス、小野賢章。おい、このまま実写もいけそうじゃないか。最高のキャストが揃ったアニメ、バスタード暗黒の破壊神はネットフリックスで現在好評配信中。駐車場を予約できるから予定が立てやすい。スマホで予約できて使いやすい。なんといっても料金が安い。時間貸し駐車場予約サイト、アキッパ。通勤ビジネス、お買い物の利用にもぴったり。今すぐアキッパで検索。クーポンコード1242でお得に使えます。ムロリュウタです。僕の幻の主演作をついに上演します。舞台オンエア、この音を君に。笑って泣けてやっぱりラジオっていいなぁと思えるような舞台をお送りします。7月28日から新国立劇場小劇場。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。ねえ、今もだよ。恋がしたくて、ずっと向かって来たくて、赤手始めた海だけ。こ
これ歌いたかったわ。曲だよね、これね。これ歌いたかったそのなんかさ、シンデレラガールで俺、ウェイってなったじゃん。うん。またいいの出てきちゃってね。シンデレラガールと、ウブラブの、両 A 面で俺行きたかった。この二つリミックスさせていただいた。いいよね、素敵、すっごい好き。ストーンズのオールナイトニッポン、サタデースペシャル。出会いの一緒に。はい、ということで今夜のゲストに登場してもらいましょう。なにわ男子高橋恭平でーす。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ一言だけ教えてください。マジ出づらいっす。いやマジ出づらかったっす。こんなにね、ウェルカム感出したことないよ、ね、いやウェルカムすぎてびっくりしました。で今までジャニーズで言うとセクシーゾーン菊池風磨、キングアンドプリンス岸優太来て3人目、うん、あと藤ヶ谷くんもそうか、藤ヶ谷くんも来てくれて、だから4人目です。そうか、びっくりします。4人目めちゃめちゃ嬉しいんですけど、こんな感じなんですね。4人目で一番ウェルカムしたんだ、うん、あと X の YOSHIKI 君も来てたよ。いやいや、お前くんってこと X の YOSHIKI 君、お前 YOSHIKI さん結構いろいろ見てるの SNS 届くかな。ごめんなさい、 YOSHIKI さん、ごめんなさい。ちなみにさっきなんかスクラムやったのは何なんですかね。あ、あれはいつもですね。 あ、いつもやった。ちょっとね、大きく、うちのスタッフの大きくがちょっと、はい、舞い上がっちゃって入ってきちゃったんですけど、いつも入ってこない、はい、あ、そうなんですね、うん、あ、これ定番なんですね、うん、あ、いつもやってます。いいラジオするためにはね、スクラム組むべし。そう。あ、マジですか。うん、っていう基本ね、スクラムで始まり。あ、ちょっと勉強します。スクラムで勉強になります、これは。スクラム終わる。そう、スクラムで始まり。あと、日またぐときはスクラム。そう。あ、結構スクラム大事なんですか。うん、結構大事です。これで、結構僕たち統率取ってる。そうそうそう。あ、なるほど。やってますね。そっちのラジオでもぜひやってもらっても。あ、本当に一回メンバーにも言ってみます。いや、ぜひやってみた方がいいね。やった方がいいと思うよ。スクラム。てか、スクラムやってない人、レギュラーで決めちゃったりするんだ。日本放送。俺ら決まるときそういう説明あったけどね、長浜さんから。そうだね、あったね。スクラムあったんですね。スクラム組まないやつはうちは取らない。僕らもなかったっすね。なかった。僕らもまだなかったっす。追いついてないっすね。ちょっとすいません。変わったか。変わったか。まあそうか。変化がね。今度行ってみます。スクラムはぜひ組んだ方がいいと思います。わかりました。はい、ということで、じゃあどうする、もう、じゃあ早速共栄とちょっといろいろ話していきます。お願いします。まあじゃあちょっとね、ファンじゃない人とかも聞いてたりすることとかあるんで、うん、まずは共栄の軽いプロフィール紹介をしたいんですけども、はい、まあ大阪府出身、2000年2月28日生まれの22歳。はい。2000年生まれ。2000年だって。てか、大阪出身なら、元は関西ジャニーズジュニアって言われる。元は関西ジャニーズ。だったんだよね。だから、そのジャニーズジュニアの時とかはあんまり会ったりすることそんななかったんだよね。そうだね。うん、そうですね。で、まあ、ジャニーズ入って何年目？ 9 年目ですね。何年入社だ ?2014。同期で言うと誰なの？同期僕本当に、自分のメンバーの道枝俊介と長尾健との3人なんですよ。へぇ、そうなんですよ。東京で言うと誰かいんのかね、ちょっとわかんないけど、2014は。本当になんか高橋優斗とかが近いっすね。ああ、はいはい、実か。ジャニーズジュニアの。あの辺になるのか。そうなんだ。誰のバックについてた系ジュニアでした？僕、セクシーゾーン。あ、ちょっと当てていい？お前さ、気まずい感じ出すな。めっちゃいや、いや、ちょっと、あ、高橋ごめんな。いや、申し訳ないです、本当に。ポンと言っちゃった。高橋ごめん。ポンと言っちゃった。ちょっとまだ。セクシーゾーンか。はい、セクシーゾーンか。そうですね、セクシーゾーンか。あの辺のバックについてた系ですね。そうですね。あとはジャニーズ WEST だったりとか。ああ、そうですね。まあ、だから、直の先輩で言うとジャニーズ WEST。はい、そうですね。ああ、になるわけだ。で、まあ、だから、あとは、あれですよ。だから、2014年入社。だから、慎太郎のさ、ドン時代って知ってる？よく聞きます。噂は聞きます。あ、だから都市伝説だ。そうっす。都市伝説が知ってるわけだね。僕はそんな深くは知らないですけど、周りからよく聞く。まあ、ジャニーズが来るとね、ここに、まあ、風磨、騎士の時とか話になったんだけど、慎太郎のドン時代の話に。そうはいはいはい。だってそこはもう、共栄は都市伝説になってから、なったんですよ。入社の方が。そうです。だから僕の本当に初対面とかで、イメージ、慎太郎くんのイメージは本当に東京の藤原丈一郎だったんですよ。ああ、どういうこと？うちのメンバーの何話男子の。わかるよ、わかるよ。ジョー君って結構こう、お笑いというか、うんうん、で結構めっちゃ喋る方なんですけど、それの本当にこう、
東京バージョンというか。あ、もうじゃあその時から。はい、思ってました、最初。ああ、なるほどね。やっぱこう仲もいいってもしてたんで、そこ。あ、そうでしょうだね。じゃあ全てを牛耳ってた時の慎太郎知らない。知らないんだ。知らないですね。ほんと噂程度ですか。いや、もうだから、ジャニーズジュニア動かせるのは、多分こいつジャニーさんより動かせたんだよ。マジっすか。マジね、半端ないよ。俺半端ねえから。ジャニーさんより牛耳ってたんじゃないかな。高橋俺マジ半端ねえよ。高橋の圧すごいな。俺ジャニーズアイランドの社長慎太郎なんなかったんだって思っちゃうぐらい。そうね。すごい。名前上がったらしいよ。上がったんや一回。タッキーかモッキーかで。モッキーってその、もじり系弱い、下手。そうか。もうすごい、でも本当にすごかったんだよね。本当にすごかったんから。いやもうすごさもう滲み出てます。取り巻きがめちゃくちゃいたから。すごいよ。マジで、マジで取り巻きがすごくて。慎太郎を先頭にこの本当に三角形みたいに廊下を歩いてくる、はい、そうだよ。あの本当道明寺、道明寺もう分かりやすい、花壇の道明寺分かりやすい、すごかったんだよ。すごいっすね。いやでもあんな感じじゃなってもっとなんかお前卑劣だったよ、ね、しかもあんなかっこよくなかったよな。違うんや、自分で手を汚さないスタイルみたいな。ねえねえねえ、風磨なんかあいつタメ口使ってくるよ。後ろの高校生ぐらいのジュニアに言うの、こいつが。後ろのやつが、おい、タメ口使ってんじゃねえよ。でもすげえ人望厚かったんすね。そう、まあ、人望が厚かったって言うのかな、うん。なんかね、変な感じだったよね。うん、すごかったよ、でも。まあ、だからそ、都市伝説で聞いてる話はもう大体多分本当の話だったんですよ。そうそうそう。今もう確信しましたわ。あとさ、ストーンズのグループごと自体で言うと、関わりあるメンバーって他にいんの？俺と慎太郎の話はまあさっき話したから、うん、はい、ジェシー、京本、北斗、コーチとかで。コーチくんは、あんの？コーチとあるのとか珍しい。たまにフットサル一緒にします。あれ言ってるでしょ？たまに誘ってくれるんですけど。あいつあの、生きって人集めるやつだ。で、僕もタイミングが合うときは行かせてもらってます。そうなんだ。コーチから直接誘われるの？はい、それこそこの前ゲーミングとか一緒になった時は、うん、あ、今度やってるよとか来なよみたいな、誘っていただきますね。じゃあメガネソニーとかも共演と一緒にやったりしてんの？被ってる？被ってはない、まあ、被ってはないですね。あ、でも今後被るよね多分ね。めっちゃおもろいじゃん。あ、そうか、実はコーチか。え、はい、ごめん、コーチってどういう感じで誘うの？うわ気になる。俺らの前とね、後輩にさ、結構その情報が入ってくるんですよ。そう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 。コーチは後輩に結構イキっちゃう癖がある。それどういう感じなの？でも本当になんかこう、例えばゲーミングで、ちょっとこうさらっと一緒にゲーム終わって休憩みたいなの入った時に、なんか僕も、フットサルやってたのしてたんで、最近やってるんですかみたいに聞いたら、あ、やってるよみたいな。明日ちょうどあるから、やってやるなら来なよ。やってないなら来なよみたいな。スマート演出系か。スマート演出系をやってるわけだ、最近。そうだな。なんか、なんかスマート系か。うわぁ、なんか、なんか別にあいつは先輩してんだけど、なんかちょっと鼻につくよね、やっぱ。すごい。他は京本、北斗、ジェシーとかない、ほとんど。ないっすね。グループでさ、なにわ男子と絡んだこともあんまないよな。グループでない、ストーンズと何はそんなない、ね、そんなないっすね、本当に珍しい、ね、本当これありがたいです、本当にないか。俺らが一方的に何わ男子の名前に便乗したりとかしてる、そうそうそう、ね、いや本当に僕はこれゲスト呼んでいただいてめちゃめちゃ嬉しいですけどね。いやでも本当にこの番組ね、なんか自分たちで言うのもあんなし、スタッフも多分持ってると思うね、あんま出て得することはあんまない。そうや、あ、本当ですか、うん、っていう番組です。いや僕は得したいっす。いや、得できない番組だよね、多分世界一。いや、でもね、得しようと思ったらできるよ。やり方によっちゃ。やり方によっちゃ。やり方によっちゃね。ちょっと欲しい、ね、ラジオの全てを知ってる人みたいな。やり方によっちゃいけるいける。すげえ。だから、初めて喋ったのってさ、いつになるの？僕が覚えてんのは、うん、その、なんか大阪で、うん、なんかこう、ジュニア、まだ、ストーンさんジュニア。まだデビューする前。デビューする前の時で、なんか本当にこう、ライブする。なんかほんとジュニア結構集まって、ジュニア祭りみたいな。あ、ジュニア祭りか。はいはいはい、はい。大阪城ホール。はい。で、あれか、横割とか大阪城ホールでジュニア祭りっつって、いろんなジュニアがいっぱい何百人集まってやるライブだ。そうです。うん、で、そこで、まあ、僕が、まあ、僕と他の関西ジュニアがいた楽屋に、ジュリ君が来たんですよ。俺一人？はい。で、パワープラーっと来て、うん、なんか誰かちょっと、あの、なんかワックスかジェルみたいなの持ってね、みたいな感じで来たんですよ。俺が？はい。で、ちょうど僕持ってたんですよ。うん、あ、どうぞ全然使ってくださいって渡して、あ、ありがとうっつって、で使ってで帰ってきたらなくなってたって。全部？全部なくなって。ほんで、ああそうか、なんでやろうと思ってステージ上見たらみんなオールバックしてたんですよ。あれがあれが強兵だな。じゃああれ俺っす。ああそうか。
俺は恭平だからこの最近の恭平と関わりが多いからあれは恭平だな。であの瞬間ストーンズさんめっちゃ怖いと思って俺らねジュニアの時に千秋楽とかなんか節目に全員オールバックにするっていう謎の伝統があって、そのくせ誰もワックス持ってなかったジェルとかね。そうそう、で僕も、誰も持ってあったんで東京ジュニアが。でおい、そういえばさ関西ジュニアだったらさこれここ地元でだから持ってんじゃねって言って、で俺が多分行ったんだよな。そうだね、そう、あれが初対面ですね。しかも買いたてだったんだめっちゃ鮮明に覚えてるんですよ。そこからあワックス使った人たちだっていうことだよね、はい、しばらくはね。そうそう、もうこのキンキンの自分のブログでもそのことを書かせてもらったぐらい、もうそれは鮮明に覚えてますから。ムカついた？あれやつ。ムカついたっていうより、田中樹くん怖って思った。あでも偉いよね、容器返すのはね無断で捨てた。あそうだね、全部中身ないのにね。一応ありがとうっていうこと、うん、容器は返してるわけだから、うん、そう帰ってきたっす。ああそうか、それあそこか、恭平は。そこっす。えあのじゃあさ大阪城ホール一人で歌ってた？一人で歌ってました。あれだ、わかったわかった、めっちゃわかった。今のでも吸い付いたわ。あれだな、あれだ、あいつだ、あれだ。ああ結びつきました。わかったわかったわかった。うわーそこがじゃあほぼ初めまして。そうです、そこが本当に初めまして。それ何年、何ですか、ね、3年前4年前もっと前5年前6年前7年前8年前喋りすぎだよもうほとんど前6、うん、5年前ぐらいじゃないかな。えでも15歳とかだった。そうです、そうです。うそんな人にさあんたはさ、でもさ一番良くなくない？俺は借りて返してるけどこいつら姿も見せず使ってんのどう思う？いや全然返す返す、今あの今なら今なら今なら返す。収入事情みたいな、いいの？でもじゃもうちょっとでもあのウブラブでちょっとこすらしてもらってもうちょっと得させてもらって、ウブラブでこすらしてもらってから、もう一回こすってください。いやもうありがたいです本当に。あとなんかさ憧れてるらしいじゃん知らねえけど。そうなんですよ俺よくわかんない。これ不思議なんですけど、お前マジだるいよ今の。憧れさせてもらってます。俺も風の噂で聞いたけど雑誌とかで。なお前シャに構えんなよ雑誌とか。さすがに聞いちゃいました。さすがにブログに書いたりとか。なお前恭平の方見ろよ。してるらしいけどさなんで恭平の方見ないんだよ。してるらしいけどさ携帯じってんじゃねえよこんなジュリ君見たことない。憧れてるらしいじゃん。ガチだっせ。ちょっと可愛い部分もありますね。え、マジな話さ。はい。何？どこ？そうだよね。本当にこれはでも聞いたことないもんな。そうそう、ちゃんと僕本人の前で言ったこともないですし。え、これどっかで言ったことあるの？雑誌とか。例えば、どこが好きですみたいな。え、なんかこう、ニュアンスでガッツリは言ってないですけど。ちょっとガッツリ言っちゃおうかね。そこは申し訳ありません。なんか大好きです、憧れてますとか言ってます。え、ちょっとそれを今日は深掘りしちゃいっていうのはあるんですよ。はい。まあ、あの、その企画というか、どうせ競泳来るならみたいな。はい。話なんだけども、その、ちょうだいよ。自発的にちょうだい。誘発したくないから。あ、そうですね。うん、まあでも本当に自分不思議な話なんですけど、これ最初 にストーンズさんの中に苦手だと思ったら本当に田中樹君が最初だったんですけど。あ、まあそう、ワックス事件からね、はい。はい。でも今となっては一番憧れてるのが本当に樹君で。何がそこでまくったのよ。なんか、まずこう、見かけって本当にめちゃめちゃ怖いんですけど、うん、なんかこう、例えば、趣味が一緒だったりとか、あ、まあゲームとかね。はい。それでゲーミングで一緒にならしてもらって関わること多くなったんですけど、うん、それの、こう、さりげない優しさというか。あ、銃くれたりとか、弾あげるよいや、そっちは僕が、あの、うん、守ってあげてたらしいんだけど、うん、けどなんか本当に、なんていうんですかね、こう、同じ仕事現場で歌番組とか一緒になった時とかに、こう、食堂があったんですけど、うん、そことかでもさらっと、これで買いなよとか言ってくれて、もう、惚れちゃって、それで。あ、そういうとこ、なんかこう、優しさ出すよとかじゃなくて。そんなことした？でもね、NHK で、ジュリーが恭平にご飯おごったって話を俺知ってんのよ。おうおう、で、多分そのまま俺見てないのよ。うでも知ってるってことは、多分お前楽屋帰ってきて、俺さっき恭平に飯をおごったんだよ多分言ったんだよ。とりあえず俺知らないもん。ああ、そうかな。ってことはお前その時は生きって多分楽屋帰ってきて。でもね、マジでそんなことした記憶ないんだ。覚えてねえな。そうか、そういうのきっかけになっちゃったわ、ね。まあ、そう、ご飯おごるとか、それさりげない接し。本当にもう素で出ちゃったみたいなところが。そうだね。だって俺覚えてないからね。あ、そうか。うん、記憶にない。いつだあれ。どう？テレビ局？はい、テレビ局ですね。テレ朝とか。あれ NHK NHK
NHK 行った記憶最近ない？最近 NHK で6人では行くけどね。ああ、まあ、共演と一緒になったことはないか。たまたま一緒になったんですけど。そんなことした？俺これ僕前悩んでた時にポロッとこれ買いなよあら覚えてねえなでな確かに何俺怒ったえらってかあなんか定食なんかいろんなセットあってあ見れるやつだよな、はいうん、で僕その時なんか寿司を買わせていただいたんですけどでお釣り出たんですよで僕あこれお釣り出たら返しに行こうと思って、うん、ジュリ君渡しに行ったらあいいよえやってんなそんなこと言った俺がえでそれでまくったのいやもうだいぶまくったっすよね金の力っていないいや金っていうかもうその優しさですお金っていうよりはあそこででも一気に来た一気に来ましたし、もともと来てたんですけど。ああ、そう。え、もうその、うん、なんですか、僕、声も大好きで。うんうん、声声です。ジュリの、はい、あまあ、かっこいいよな、ま、声はな。俺、なんかそんないい声してるいや、その、ちょっとなんか、いい感じの声出してる時でも、素の時が僕好きなんですけど。ああ、そう。本当に、あとは僕、外見とかもすごく僕、まあ、僕、外見から入るのめっちゃ好きなんですけど。ああ、まあ、見た目はね、しょうがないよね。いけちゃってるから。こう勝手にすごく僕真似させていただいてるんですけど。ああ、そう。だから表現もそんなひょろ長なのか。ひょろ長がたまたまです。あそうか。それたまたまなんですけど。服とか。服とか、なんかちょっとこう破れすぎたジーンズとか履きがちじゃないですか。なんかさ、ちょっと前、なんだっけ、なんか髪型じゃなくてなんか。あ、そうです。で、しかも、ちょうどこれもなんですけど、ドラマも、うん、見ましたよって言わせていただいたんですけど、うん、その時も髪型めっちゃかっこよかったんですよ。うんうんうん。で、なんか髪型、本当だって真似しようか悩んでたんですよね、みたいな LINE はくれたの。へぇ。めっちゃ、本当に、なんかこう、できる時期だったら僕もしたいなって。まあ、いろいろ仕事の都合もあるからね、あれだけど。みたいな話はちょいちょい。めっちゃ好きじゃん。めっちゃ好きです。しかもなんかこのジュリ君の外見で、なんかめちゃめちゃこう、なんか、優しいというか、めちゃめちゃ優しすぎても僕は、なんかジュリ君じゃないなと思ったんですよね。なんかこの、ツン8、デレ 1.52 ぐらいがちょうどいいなっていう。はぁ、なるほどね。なんか連絡も結構そっけない感じなんですけど。俺そっけないよね、連絡。ちゃんとでもなんかこう、例えばこう、デビュー発表して、デビューさせてもらった時に報告させてもらったんですけど、その時にもなんかちゃんと、まあ、これからもっとこう、きついことあるやろうけど、みたいなこと言っていただいたんですよ。そんな一面あるの？覚えてないんだよね。全エピソード覚えてない。電話とかすんの？電話はあんまりしないか。そう、だから多分趣味のそのゲームとかで、一緒に話したりして。公演話したりするからさ。そうか。そう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 。あと一回飯行ったんだ、二人じゃなくて。行きました。それこそ。飯行ったろ。ジュニアいたんだよ、ハイハイジェッツの猪狩と、あと美少年の浮所。ああ。浮所だか。ジュリを慕ってる二人と、浮所と。そうそうそう。でもこれは一個言っておきたいんですけど、もう一回ご飯行かせていただきたいですねっていうのはずっと言ってるんですけど。まあ、ただその時のご飯もなんか、俺何食わしたかとか怒ったかとかも全然覚えてねえな。焼肉？俺焼肉連れてっちゃってた。はい。覚えてねえ。焼肉っす。で、なんかもうジュリ君自体は、俺もなんか、あんまもういいやっつって、僕らに食わしてくれてたっすね。ああ、そう。金なかったのかな。いいよ、いっぱい食べろよっつって。あ、なんか俺きついって言ってた記憶あんな。ええー。なんか覚えてるわ。その時ってどんな、なんか普通にしょうもない話か。でもそれこそまあゲームの話だったりとか。一回家も来たもんね。はい、来させていただいて。そうかそうか。めっちゃ仲いいじゃん。どこかな。なんかもうちょっとなんか、距離あると思ってたな。勝手にだけど。まあてか俺そもそもさ、後輩とそんな近くないじゃん。ねすっげえ近いって言っても、多分、付き合い長いの言ったら猪狩なんだよ。うん。けど猪狩もそんな近くはないじゃん、俺。まあそうね。うん。だからそんなもともと距離が近くなる。あんまそれが沼るんですよ。ああ。詰めようみたいな。こう、でも詰めさせないよみたいな。あこの程よい間。やっちゃってんだよね、俺、その、無意識で。すごいな。ガチ好きなんですよ。そんな好きなの？そう、これめちゃめちゃ憧れてるんですよ。ちゃんと僕理由あったんで。いや、そうね、理由はもうガチだと思うんで。ああ、そうか。もうす、憧れ、なんか俺聞きたいんだけどさ、あるじゃん。多分、憧れってあるじゃん。こういう先輩みたいになりたいってさ、人としてなんかこの人すっごい俺好きなんですって、多分ちょっと違うじゃん。生き方が好きです、ね、そうとかなんか憧れとさ好きって多分ちょっと違うじゃない、なんか、うん、自分の中で、うん、どっちなの、なんかこうなりたいとかいう方なの。え、僕はもう一人は永瀬廉君、僕めっちゃ好きなんですよ。あー、キングアンドプリンス、キングアンドプリンスの廉君めちゃめちゃ大好きで、
だからこう、レン君は、なんか本当にこう、この世界に入って、うん、ジャニーの世界に入って、初めてかっこいいなと思った人なんですよ。ああ、なるほど、なるほど。同じ関西だったんで。あ、そうか、そうか、そうか。そこで、初めて番組出させてもらった時が、レン君がいて、うん、そこで、うわ、かっこいいって思って、うんうん、そこからも憧れてるんですよ。うん、で、もうジュリ君の場合はこう、やっぱこう、この世界何年もやってきて、うん、で、こう、ストーンズっていうのをグループ知ってのジュリ君なんで。うん、ああ、なるほど。だから俺の方がちゃんとなんか深いよね。いろいろ知ってだからさ。ただ、まあ、順位は欲しいよね。順位。順位っすか？永瀬廉か俺かみたいな。廉とジュリ？なんかここまで来て。なんかそこの裏、順位を言わずに、この後のトークをしていくのは俺もちょっとやりづらいとこあるから。うん、まあ、そうっすね。ちゃんとまあ、聞けますか？聞きたいかもしれない。まあそうだね、うん、これは多分今の全リスナーはね、はい、待ってると思うよ。なるほど。なんで凛々しくしてるの？いや、なんか俺もちょっとなんか声いいと思われたいじゃん。いや、それちょくちょく言ってもないめちゃめちゃいいです。俺がさ、よく思われてるとこ一応全部自分もおはようでしょ。もちろん自分もあわよくば3位ほんのり乗らせて、ほんのりほんのり3位ぐらいに食い込もうとしてこないでくれ。ほんのりほんのり。ちょっと順位は惜しいよね。まあ、今後だって別にそれは変動する。いや、そうだ、それそうですよ。1位がいい、2位が悪いとかないから。ない、うん、今でいいね、今、うん。まあ、こう、やっぱ押してるというか、こう憧れさせてもらってる歴も含め、もろもろ、永瀬廉氏が一番。かなっていうとか。まあ、でもすごい本当にもう、いい、こう、ビタ好きです、本当に。もう、ほぼ1位同士っていうか。おい、マイクを振ってるよ。株を振っちゃってる。やっぱ順位って良くないと思うんですよ。やっぱり。みんな違ってみんないいんですなんで、やっぱり。この後さ、一回シェーマさんだと、ウラブかけるやん。ここナビゲーターでいいや。あー違います。いやー、ジュリ君本当にやばいです、本当に。そうか。ナビゲーター。違います。めちゃめちゃ違います。やめましょう。はい、ということで高橋教授さん、お時間ここまでということで。ここまですか、僕。お別れなんですけど、ここ何かお知らせがあればね、うんうん、ファーストアルバムの話でしたっけ。あの、なにわ男子ファーストラブが、うん、でも聞いてる話だと、もうちょっとなんか出させてくれるみたいな話なんですけど、皆さんぜひ手に取ってあげてください。他にもはね、まあいろいろインスタとかもやってるもんね。やってらっしゃるもん。そうですね、YouTube とかもありますね。ぜひチェックしてみてください。まだ早い。いや、1位です、1位です。ジュリ君1位です。僕本当になんかこう、ジュリ君のやってることを僕聞いて、なんかそのエナジードリンクをよく飲ませてもらってると、僕もそれ真似させてもらったりしてるんで。本当に翼生やしてるタイプだ、はい、本当に1位。めちゃめちゃ1位です。まだ話してもいい？よかった。エンディングまで置いといていい？ここよかった、うん、でももちろんその、まあまあまあ、てか、まあ、そもそも憧れてるのジャンルもね、あるから、はい、ちなみに俺は3位に入れそう。星があるな。いや、ちょ、ごめん。じゃ、なんで出てくるの？ごめん。今のとか。いや、ごめん。いや、欲しくなっちゃうよ、それ。いや、ごめん。ちなみに俺3位いけそう？じゃあ、あとその3の手やめて。なんだ、いいだろ。親指と人差し指と中指の3やめて。いや、俺、ごめん、3位いける。これからね、入れる可能性があるから。そう。ポテンシャルは持ってるか、持ってないか。3位のポテンシャル俺ありますか？あ、そう、俺3位のポテンシャル俺ありますか？いや、ま、レン、はい、ジュリ。ま、3位でいい、俺はもう、そう。3位でいいから。3位でいいか、ポテンシャルあるかな。いや、もう全然泣きにしまらずですね。あ、ほんと？はい。ほんとか。はい。全然、いや、ほんとめちゃめちゃ話しやすいです。ちょ、3位の可能性でできた瞬間に良さゼロになったよ。お前の良さがゼロになったよ。ほんとか。声ちっちゃいし。そうか。ありがとう。良さゼロだよ。めちゃめちゃ話しやすいですもん、ジュントル君は。まあ、あとさっきそれこそさ、ちょっと今日もと俺が先週、ウブラブをね、歌ってるのとかちょっと流れたけども。はい。ちょっとファンの人に言っておきたいのは、俺らマジでバカにしてなくて。いや、そうだよ。本当に好きなのよ。俺ら、何回も、マジで、それこそシンデレラガールあるじゃない、はい、キングアンドプリンス。あれが、出た後とかに、シンデレラガールをライブで歌わせてくれとか。おぉ。俺ら、そういうの結構好きで、実は。あ、キラキラ。ウブラブも結構みんな楽屋で歌ったりとかしてんのよ。あ、マジっすか、うん、あの、音楽番組とか一緒になったりすると、はい、みんなモニターちゃんと見てるし。そうだ。前回俺、ラジオ聞かせてもらったんですよ。うん、あ、マジっすか。あの、すいません、なんか聞かせていただいたんですけど、なんか結構、ああ、そうそう。なんて言うんだろう。え、あのさ、好きな人前にするとうまく言葉出ないみたいな感じだった。で、好きな曲だからうまく歌えなくて、好きな曲すぎて。すごい、なんかここで見るジュリ君初なんですよ、なんか。でも俺マジで好きで。ほんますか。うん、え、ありがとうございます。俺は踊れるしね、サビ。ガチっすか。うん、ガチ。あと俺共演に言ったっけな、俺さ、はい、ウブラブのミュージックビデオ出た次の日か2日後ぐらいに
ミュージックビデオ見たんだよ、YouTube。はい、で、メイキングかなんかも YouTube のせない。はい。それも見てるからね、俺。ガチですか？ガチで。ありがとうございます、本当に。結構、なんか、ギャップ好きでさ、ああいう。ギャップやわ。ないですよ。俺だって、廊下とか歩くとき、ウブラブの最初みたいに人差し指ほっぺたに当ててた。当ててたかな？うん、ずっとこれで歩いてるから。あ、マジか。僕がたまたまそこ見てないだけ。俺らもやっぱ、一応さ、こういろんなかっこいい曲とかいろいろ歌わせてもらってるけど、やっぱジャニーズだからさ、そういう曲の良さをすごく知ってるんだよ。あー、なるほど。だからやっぱ歌いたいなって思うけど、俺らは事務所にめっちゃ止められんの。お前らが歌ってるとバカにしてるように見えるからやめろって言われて。俺らマジで歌いたいのに。僕は全然いいんですけどね。なんならもう一緒にやっちゃっても全然。いや、そういうのマジでやりたい、俺は。ですよね。だから音楽番組のシャッフルメドレーとかで俺はウブラブ歌いたいし。ね、一緒に。だから前ね、俺。歌いたいし。シンデレラガールだった。多分歌ってるよね。シンデレラガール歌ってるね。歌った。だから次はぜひ。歌いたいんだ。ウルブラブやりたいね。うん、そのためにもちょっとぜひね、こう、うちの道枝を次は連れてきていただいて。ミッチーとはい。ミッチーと喋るって。ミッチー。ミッチーとかだって。ミッチーとかどうなんすか？いや、だって、じゃあなんかその、俺なんかが喋っちゃいけないぐらい綺麗じゃない？そんな、わかるでしょ？え、このイメージわかる？え、ヒヨウチューか。ミッチーね。だってほら、ソニーもうなずいてんだから。あ、う、ら、ん。ソニーだって、うちのオッチーも、ほら、新人マネージャーだって今でもやっぱり、うなずいてたから。本家のね、今もだよ、やっぱりこう、ミッチー。あ、でもそれはね、一回隣で聞きたいんだよ。ですよね。うん、俺らまだ下手だから。そうなんだよ、ね。先週やったんだけど。そう、聞かせてたんですよ、それ。そう、リスナーから、キシェーって言われる。キシェーって言われたことないでしょ。ないっす、なんすか、キシェー。いわゆる、キショイ。キショイ。うん、言われるんですよ。ちょっと気持ち悪いな、みたいな。可愛く言ったら、シェーなんですね。キシェーって言われるんですよ、俺らも。で、その、なんだろう、王子様になるさ、俺らもさ、歌いたいけど歌えないじゃん。うん。だから、王子様になる秘訣とか、はい、そのね、今もだよ、ずっと、近くで聞いてるわけでしょ、今日は。聞いてますね。なんか、俺らには何が足りないのかを知りたいんで。確かに。お二人にですか？うん。で、まあ、俺と慎太郎でいいかな、今は。に限ったことでいいから、俺らに何が足りないのか。まず、王子になるためのね。そう。なるほど。だって、一応、石畑とかになる。そう。逆に足りすぎてんのかもしれないですけどね。俺らが、はい。王子要素が。はい。俺らも正直自分たちはいけてると思ってるわけよ。はい。王子様路線のつもりでやってる。え、すっごい、でも、客観的に見ると一発でわかりますよね。こういうラジオ聞いてると、うん、だんだん程遠くなっていきますよね。やるにつれ。あ、喋回を重ねれば重ねるほど。回を重ねれば重ねるほど、あのね、今もね、じゃなくなってくるんですよ。回は重ねれば重ねるほどいいからね。きちぃ重ねないとダメじゃないですか、これはもう。やらないとダメじゃないですか。これはもう仕方ないことっすね。だから番組の方向性から見直されてる。そういうことだよな。俺らのレギュラーが、まさかのここに来て大きなも邪魔になってきてるわけだね、この番組が。そうですね、今も落ちてるたいのだったらそうですね。いや、そう。京平がさ、はい、そのね、今もだよって、京平言ったことないだろ。言ったこと、そうっすね、ないで、ちゃんとないですね。一回聞いてもいい？共演の、共演ので、本気ではないけど。ちょっと耳に喜ぶ。うん、本気で、本気のやつ一回聞いて。本気自分が、ミッチーがなんか、じゃ急遽音楽番組出れません。ちょっと共演できるってありました。確かに。俺もう親身ですからね。ああ、そう、じゃあ共演お願いちょっと。ねえ、今もだよ。これなんだよね。声が綺麗だよね。そう。なんか、俺とかさ、声ガスガスしてるね。え、ちょ、これっていい？ねえ、今もだよ。なんかちょっと変だよ。イントネーションが。あれ？ねえ。あれ？いや、ちょ、もう一回だけ。もう一回だけね。ねえ、ねえ、ねえ。オッケー、いきます。ねえ、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 いきます。はい。ねえ、今もだよ。なんだろうね。じゃあ俺ね、目つぶって目の前に一応キラキラーとか思い浮かべてんだよ。なんか、はい、スパンコールみたいな、うん。あ、はい。ちょっとドンもらっていい？いや、もちろん。どんなやつ？ちょっとリバーブかけてね。エコーかけてよ、リバーブ。聞けるんすか、慎太郎くんの。あ、こいつでも、昔こういう結構、生徒派。やってたから、これ。セルフ系は。生徒派やってた。セルフ系やってたから。行かせていただきます。お願いします。ねえ。
ちょ、ごめん。ねえ。ちょ、ごめん。ねえ。ちょ、ダメだよ。いや、ごめん。ねえ。ちょ、ちょ、ね、そういくんや。え、これってさ、スタッフのミス、なんか、音量でかくなかった。ねえ。びっくりしたんだけど。ねえで止めるのねえ。そのねえなんですね。びっくりした。ごめんごめん。やらせてもらっていい？ごめんごめん。不完全燃焼になっちゃった。ちゃんと聞くわ。申し訳ない。ねえ。ごめんごめん。ねえ、いくよ。ちょ、声の調整もう一回して。あ、ごめん。なんでかかった？ちょっとびっくりしたから。ちっちゃめにしてみるか。うん、でもいい、いいよ。慎太郎のかっこいいやつ、王子様のやつ。それぞれがあるから。森本王子です、うん。ありがとうございます。じゃあ、お願いします。はい、はい。ねえ。今もだよ。いけるべ。いけねえよ、お前。今もだよ。近所のおっちゃんじゃねえか。無理か？いけたと思ってた。じゃあ、誰に話しかける感じで、なんかイメージすんのよ、そういうのって。キラキラの歌うときさ、例えばまあ、はい、ファンの人でもいいし、なんか、まあ、中、まあなんか、イメージの中で。いいかなと思ったんだ、ね。ああ、いいですね。やっぱりこう、今回こう、ファーストアルバムのリード曲とも鳴らしてもらってれば、ダイヤモンドスマイルをこう、ぜひ。ああ、いいね。全然来週カラオケ音源用意してくれば、全然俺、ここでもすぐ歌う。すぐ歌うから、俺。うん。いつでも。なんか、ダイヤモンドスマイル歌ってたらさ、なんか、途中でラップとかしたくならないの？いや、ならないね。もうあのまま王道キラキラでいけるわけ。多分いけると思うよ。俺の笑顔は何カラットとか言うの？言わない。言わないの。俺そのケースあった今まだ。この後ろ光で俺我慢できなくてラップしたことあった。ない。ないでしょ。うん。今までの経験としてないじゃん。いけんだ。俺のつけてるネックレスのダイヤ何カラット？言わないって。言わない。言わないから、そこ別に歌うから。あ、そうか。はい、じゃあここで一曲聴いていただきましょう。なにわ男子でウラブ。出た！もっとあんな恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、初めては全部君だけ。一歩ずつ叶えよう My first love。始まりの予感、あの子が気になって気づけなかったんだ。君の瞳の行く先が僕だってこと。意地悪すれ違い、本音を知りたいのは僕も同じです。何度も見返すタイムライン、恥ずかしいほどホットライン。あ、誰かに見られたらどうしよう、こうしよう、あーしよう。自分みたいだ、そのせめが合えば夢みたいだ。ハートの傘に二人並んだ、嘘でしょ、奇跡は待ってたんだ。もっとあんな恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、シュンとなってキュンとなって、運がね、磁石みたいにまたくっついて離れて。左胸がドクンと聞こえたような気がして、あ、気づかれてしまったらどうしよう、こうしよう、ああしよう。眠れない夜の波を泳いだ、君の好きな歌リピートしてた。どこにたどり着いたとしても、なぜだろう、僕は止まれないんだ。もっとあんな恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、シュンとなってキュンとなって、ラブがね、ジェットコースターみたいで、息ができるなんて、オーマイガー、オーマイガー。今もだよ。あんな恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、初めては全部
水虫治療中の皆様、私ブテナロック VR はクリームです。無視しないでください。水虫だけにブテナロックの殺菌力であなたの水虫しっかり治療しましょう。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。久々宮です。中小企業経営者の皆さん、これから事業を始めたい皆さん、資金繰りや販路拡大、事業承継のご相談、創業の支援など、信用金庫はお客様の課題を解決できるよう頑張ります。信用金庫に経営のご相談しませんか？新金バンク。水虫治療中の皆様、私ブテナロック VR はクリームです。無視しないでください。水虫だけに。ブテナロックの殺菌力であなたの水虫しっかり治療しましょう。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。久光。東京都千代田区有楽町の日本放送をキーステーション、全国ネットで放送中、ソーズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。この時間は久光製薬がお送りしています。水虫治療中の皆様、私ブテナロック VR はクリームです。無視しないでください。水虫だけに。ブテナロックの殺菌力であなたの水虫しっかり治療しましょう。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。久光。スクープ JCB。今ならマクドナルドのモバイルオーダーで JCB カードを登録して支払うだけで、ビッグマックもマックフライポテトもあれもこれも最大 20% 相当キャッシュバック。 JCB でいいこと始まる。詳しくはキャンペーンサイトへ。8月21日まで。 JCB。 自然の中でアートチャージ、箱根彫刻の森美術館。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、ということでゲストは引き続きなにわ男子高橋恭平です。お願いします。お願いしますね。お願いします。ラジオネームふさぴさんからです。ラガーキング、すいません。今バイト終わってラジオつけました。今日もスクラム組んで最高にラグビーな放送してくれましたか？どうだ高橋恭平、俺たちのラガーキングすげえだろ。もう遅いよ。もう手遅れだよ。もう全部バレたの。もう全部バレて、大事な後輩を一人失いかけてます。いや、ラガーキングでも僕は憧れ続けますよ、僕は。いや、じゃあもう遅い。もう今ラガーキングって呼ぶともっと滑稽。キングって入ってんだよ。ラガーキングでもいいじゃないですか。いや、まだかな。ラガ王子の方がいいか？あ、ラガー王子の方がいいんじゃない？僕もそれはいいと思います、王子の。ね、ラガー王子。え、なんか、わざわざキングにしたけど、王子の方がいいっすね。今ね、なんかね、共栄が喋るほどなんか心がギュッてなる。お、ギュッとなって、ギュッとなって、うぶじゃねえ。あれ、なんか違かったっすね。なんかアレンジ入ったんすけど。あと、お前さっきうぶラブ流してる時本気で踊んないよ。いや、踊れるんだよ、だって。違う、お前なんか違ったよ、お前。いや、合ってる。違う、なんかスマブラのドンキーコングみたいな。違う、うじゃない。十字キーでううじゃないの。なんか変だったお前。ちょっともう手遅れかな。ラガちょっとラガキング、うん、ちょっとふさぴ30分遅いな。ちょっとそうね、うん、もうちょっと早めに欲しかった。いや、でもやっぱりこうラガ王子といつかはやっぱりご飯行きたいですね。いや、そうね。ラガーの方でね。ね、僕はキングというより僕は王子と呼ばせていただきます。じゃあ、俺メッシュもラガ王子って呼ばれるの。田中樹とも言ったもんね。じゃあもう言う、今ここで言う、先週自分で決めたけど、もうラガーキングは黒歴史です。一生呼ばれたくありません。もうこんなメールも届けないでください。やめてください。ラガキン嫌なの。いや、もう嫌だ。田中。こういうのがマストなんですね、これメール。いや、でもまだ今日可愛い方だよ。可愛い方なんすね。いや、もう田中でいい、田中がいい。田中がいいです。田中が好きです、僕。皆さん。ラジオネーム、ブーバーさんからです。これテーマメールだね。田中の家でサッカーを見て、普通に田中って読むの。田中の家でサッカーを見ているとき、田中がいかにもボケてますっていう顔で、もう、手使っちゃえ、手使えば勝てるが、手でボール掴んじゃえよと言って、掴んで欲しそうに、あ、じゃあ突っ込んで欲しそうに、チラチラこっちを見てたら、なんて言いますか？だって。何すか？で今日、俺と家でサッカー見てます。はい。で、俺がもう、わかりやすく、もう、手使っちゃえ、手勝てるだろと、手掴んでやっちゃえよって、もう、突っ込み待ちしてんの、俺が、はい。そしたら、なんて言うかだって。え、俺掴みに行きますね。
迷いもなく。だってあの憧れのジュリ君がそういうんですから。ああ、もう全肯定派です、恭平は。もう俺は迷いなくいきます。それで失敗したらジュリ君に責任取ってもらいます。ああ、もう。え認めてあげるパターンだね。まあ見てる時に、あ、じゃあ見てる時にだね。サッカーを見てる時になって。してる時じゃなくて。え、でも。俺らが一緒に、ワールドカップ見てんのよ、はい。あ、一緒に。日本対、まあ、ブラジルでもいい。はい。で、もう、もう、もう、ネイマール手使っちゃえよ。手使って投げちゃえ、いいじゃん。で、俺がもう突っ込み待ちしてんのよ、競泳が、はい。そしたら突っ込む。いや、ねえ、投げたらいいのに、僕もそう思ったんすよ。もう、毎週ラジオに呼ぼう彼を。そんな人いないもんね。うん、もう、もう一人のメンバーではなく、競泳をレギュラーにしましょう。そんな認めてくる人なんていないんだから。そうよ。こんな人いないから、ね。いないかな、いや、いると思います。今日はだって、リトルストーンもさ、メールはさ、やっぱ競泳が来てるからさ、はい、ちょっとやっぱ礼儀正しく、うん、いい子ちゃんに見られるみたいな感じで、うん、言葉も優しいわけですよ。そうなんですね。もう、みんな全否定だから、ジュリのこと。そうよ。あ、そうなんや。いや、慎太郎って逆にどうすんの、俺がこう突っ込んだおっさんにこんなん言ってたら。おう、無視ですよ。何もなかったかのように。え、メンバーだよね。あれずっと一緒にいるよね。ね、多分ネタ振りとかするかもしれない。ちょっとこう、うとうとしたり。お前他人よりひどい。他人よりひどい。もうこれがストーンズ。いや、仲いいです。いや、すごい。これがストーンズ。羨ましい。ひどいのよ、これね。楽しい。なんかひどいのよね。はい、ということで、まあ、ね、このゾーンで恭平とはお別れということなんですけど。あら、めちゃめちゃ早いんですよ。早く感じちゃいます、本当に。なんかまあ、お知らせがあればせっかくなんだね、ぜひ。はい。いや、いいですか？あ、もうぜひぜひ、何でも。はい、ですね、今週のですね、水曜日に、なにわ男子のですね、はい、ファーストアルバム、ファーストラブがリリースされたのでですね、はい、ぜひ皆さん、お手に取ってみてくれれば。僕たちもいただきましたね。いただきました。はい、ありがとうございます、はい。俺らが好きな曲、ウブラブとかももちろん入ってるし、はい、ダイヤモンド、俺に歌ってほしいって言ってたダイヤモンドスマイルとか。はい、結構いろいろ入ってるね。そうですね、結構今回はラブソングが結構多めとなってます、うん。なるほど、なるほど、うん。本当にキュンキュンできる。うん、アルバムとなっておりますので。なにわ男子のカラーが全面に出てるわけ。はい。そうね。ぜひ皆さんね。ピンクいもんね。ピンクいいな、パッケージがな。ね、ピンクです。裾までピンクいじゃん。いいってやつ。裾もそうですね、裾もこだわってます。あと、他にもなんかお知らせがある。そうですね、他はですね、うん、今こう、僕、映画が公開中なんですけども、うん、メタモルフォーゼの縁側という、はい、芦田愛菜ちゃんが主演の映画に、出演させていただいておりますので、はい、ぜひまだ見てない方はぜひ、こう映画館に 足運んでいただければ嬉しいですね。はい、ということで今夜のゲストなにわ男子高橋恭平でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。水虫治療中の皆様、私ブテナロック VR ファクリームです。無視しないでください。水虫だけにブテナロックの殺菌力であなたの水虫しっかり治療しましょう。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。洋服支柱のコウ君に問題。洋服師の歌といえばクリーピーナッツさんの超有名楽曲。正解。でもそれだけじゃない。7月からフジテレビの痛みな他にて放送中の美少女吸血鬼と中学生のラブコメアニメ、それも洋服師の歌。アニメも見てね。オールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。ここで僕たちストーンズからのお知らせです。ストーンズの7枚目のシングル私が発売中です。まだ手に取ってないよという方はぜひ手に取ってみてください。そしてストーンズはオフィシャル YouTube チャンネルもやってます。楽曲のミュージックビデオなど様々なコンテンツがアップされていますので、こちらもぜひご視聴ください。その他最新情報などはストーンズ公式ホームページ、または Twitter をご覧ください。そして番組ではコーナーやリアクションメールを送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大好きリチャードさんデザインの番組特製のステッカーもプレゼントしています。こちら放送内容に沿ったメールを送ってくれた方から抽選でプレゼントします。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールをお控えください。それではメールなんつうかお時間までお読みします。ラジオネームももさんからです。全皇帝の天使高橋くん、本当に大好きになったよ。ぜひ俺の後輩にもなってくれ。どれだよ俺の後輩。2人しかいないんだよ俺。どちら1がもうラス1になっちゃうじゃねえか俺。やめてくれよお前。お前らには渡さない。ラス1になる。俺は今ギリギリ2人で保ってんだから。続いてラジオネームタイラーさんからです。
この3人のラジオ超楽しかったです。いやーハッピー。ラガー王子、高橋エンジェル、バカサンダル森本、ありがとう。あーこれなんだこれ。なんかボコにされてるぞ。来たな来たな、なんかバカサンダル森本。あータイラー来たかこの野郎、うん、そうか、うん、ラガー王子よりひどい読みになる。でも意外とバカサンダルの響き好きよ俺。喋り方がもうバカ丸出しだから。続いてラジオネームアリアさんからです。サッカーで後輩に生きてることだけバラされて何も言い訳できないコーチが一番損した放送だったな。ああそうね、電話してあげればよかったかもね。いいのよ、あいつはあいつは一番普通なんだから。なんか普通のやついるなっていうのはコーチなんだよ。そうですそうです、うん、コーチだけねあれだったけど。ってこと今日どうだった今日は、まあ、さっきさよならしたけどもちろんいてもらってます。なんかいさせてもらっちゃってます。全然全然、これはさよならした後からが 本番ですから、ね、さよならしたのにこう次の頃あれでも台本にも僕の名前あるっていう、ね、もちろんもちろ ん, いいんだよ。さよならしたはずが勝手に言います。言っちゃうっていう。今日どうだった。めちゃめちゃ楽しかったっす。あ本当ですか、はい。だから何は男子もラジオやってるよね。やってます、やらせてもらってて。そうだね。じゃあぜひそっちにうちのコーチを。え、もうぜひコーチ君来てくれるんですか。コーチは行きます。暇なんでね、今も家で寝てます。あ、じゃあぜひ呼ばせていただきたい。ずっと暇してるんで。多分何はのラジオなんてさ、もうキュンキュンしちゃったりとかさ、うん、最高なんだろうね。そうね。でもぜひ、でもラガーも来ていただいて。ラガーって言われたね。リスナーお前のせいで俺も若干いじられ始めた。はい、では一部の放送局のデータ、この後1時から特別番組ワニマのオールナイトニッポンが放送されます。ここまでのお相手はソーンズ田中樹里と、まあラガー王子のことこれからもよろしくね。あ、はい、生言えよ二人の。明治テレビプロデューサーの佐久間信行です。アーモンド、アーモンド、アーモンド、明治アーモンドチョコレートは。楽しかったです。いやーハッピー。ラガー王子、高橋エンジェル、バカサンダル森本。ありがとう。あーこれなんだこれ。なんかボコにされてるぞ。来たな来たな、なんかバカサンダル森本。あータイラー来たかこの野郎、うん、そうか、うん、ラガー王子よりひどい読みになる感じで。でも意外とバカサンダルの響き好きよ俺。喋り方がもうバカ丸出しだから。続いてラジオネームアリアさんからです。サッカーで後輩に生きてることだけバラされて何も言い訳できないコーチが一番損した放送だったな。ああそうね、電話してあげればよかったかもね。いいのよ、あいつはあいつは一番普通なんだから。なんか普通のやついるなっていうのはコーチなんだよ。そうですそうですそうです。コーチだけねあれだったけど。ってこと今日どうだった今日は、まあ、さっきさよならしたけどもちろんいてもらってます。なんかいさせてもらっちゃってます。全然全然、これはさよならした後からが本番ですから、ね、さよならしたのにこう次の頃あれでも台本にも僕の名前あるっていう、ね、もちろんもちろ ん, いいんだよ。さよならしたはずが勝手に言います。言っちゃうっていう。今日どうだった。めちゃめちゃ楽しかったっす。あ本当ですか、はい。だから何は男子もラジオやってるよね。やってます、やらせてもらってて。そうだね。じゃあぜひそっちにうちのコーチを。いやもうぜひコーチ君来てくれるんですか。コーチは行きます。暇なんでね、今も家で寝てます。あ、じゃあぜひ呼ばせていただきたい。ずっと暇してるんで。多分何はのラジオなんてさ、もうキュンキュンしちゃったりとかさ、最高なんだろうね。そうね。でもぜひ、でも
ラガも来ていただいて。ラガってやばいぞ、ね、おいリスナーお前のせいで俺も若干いじられ始めた。はい、ということで一部の放送局のネタ、この後1時から特別番組ワニマのオールナイトニッポンが放送されます。ここまでのお相手はソーンズ田中樹里と、まあ長王子のことこれからもよろしくね。あ、はい、生ひめよ二人の。明治テレビプロデューサーの佐久間信行です。アーモンド、アーモンド、アーモンド、明治アーモンドチョコレートは